元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は岩間スタイルと陽神館の違い、こういったテーマで話を進めていきたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回はですね、岩間と陽神館の違いです。まあ、こういったテーマでねお話をさせていただきます。陽神館について結構ね動画を出しました。私認めてます、陽神館のこと素晴らしいと思います。他の流派もですね、例えば富木流であったりですね、心身統一合気道会であったり、万世館であったり、まあ、さまざまな流派がありますが、それぞれにいいところがあるんです。いいところを取っていくというのが私の中のポリシーなんで、いいところ取りをしようと思ってるんですよ。いいところたくさんあります。いいところをフォーカスすればいいんですよ。人間というのはですね、どうしても相手の欠点に目が行く。でもこれってつまんないことなんですよ。 100% の人なんて一人もいないんですよ。ですからその人たちの、その流派のいいところをピックアップした方が得じゃないですか。私はそういう考えなんです。ですから陽神館のいいところはピックアップするし、自分なりに取り入れようとしてます。お互いに違ったところもありますけれど、方向性一緒なんで、違った観点から見つめて、そして合気道の発展に寄与していけばいいなという思いで発信をしたいと思います。まず違いを述べる前に共通点をお伝えしたいと思います。共通点は共に実践を想定してるってことですよ。岩間もそうなんです。陽神館もそうなんです。陽神館は警視庁とタイアップしてます。常に実践というのが差し迫った問題になる、いろんなケースが上がってくる、それをフィードバックするケーススタディになってると思うんですよ。ですからどうしても実践的な合気道になる。岩間は王先生が合気道の完成形を目指したところなんですよ。より合理的に、よりリアルに、最小限の力で最大の力を発揮できるような、そんなスタイルが岩間スタイルなんですよ。斉藤先生はこうおっしゃっていた。王先生は俺には難しいことは一切言わなかったと。俺には技術を教えてくれたって言うんですよ。私は技術を学びに行ってるんで、その言葉が非常に嬉しかった。技術を学べるんだなと思って行って、実際いろんなことを教えていただきました。強い先輩もいた。先般四天王ということで動画を出させていただきましたが、ああいう4人も優れた皇帝の方々がいらっしゃるということは私にとっても財産でした。本当に強かったんですよ。その上を行くわけですよ、斉藤森博先生って。斉藤先生が本当に全盛期の時にお会いしたかったなと思います。私どもにはいつも言ってました。お前たちに本当の合気道を教えることができない。膝ですよ、膝。膝を悪くしちゃったんで、どうしても動きが小さくならざるを得なかったと思うんですね。一言だけ、あとは斉藤先生から弱音を聞いたことは一回もない。それだけ気丈に振る舞っていたとは思うんですが、じくじたる思いもあったみたい。そんな気がしてます。斉藤先生はいつでも使えるように、でもこうも言っていた。いざという時には使わざるを得ないが、一生使わなくていいような状況が望ましいよなってことなんですよ。で、私もそうですよ。私はもう実践実践っていつも言いますけれども、別に喧嘩をしようとか、ね、人にね戦いを挑もうとか、そういうつもりさらさらないんですよ。まあ試しに行こうかなったら若い時ありましたけども、まあ、別にねないし、自分の技が通用するかどうかっていうのはスパーリングをすればいいかなという感じで思っていることなんですけれども、そういう思いはね多分陽神館と同じだと思うんですよ。おそらくですよ、私の思いと陽神館の森先生の思いって同じだと思うんですよ。あの方も実践です。実践、あの方はこうおっしゃった。合気道家だけに通用するような技ではダメなんですと。タブ道、他の格闘技の方にも通用するような技でなければダメなんです。断言してましたから。おっしゃる通りなんですよ。あ、私と見ている方向性は同じだなと思ったんです。あの方は常にどうやったらこの技が通じるのかということを自分なりにね、今、研究されてますよ。それが素晴らしいところですよ。ですから森さんの、森先生のあの V を見て、私は共感するところが非常に大きかったんですね。多かったんですよ。方向性は同じだと思います。実践と、いつでも使えるようにという点では岩間も陽神館も同じ方向を見てます。違いは何か、技の違いなんですよ。技の違い、
陽真館は王先生の戦前の技です。岩間は王先生の戦後の技です。完成形です。違いがあるんです。王先生も86年の生涯の中でいろんな段階があったんですよ。で、王先生も修行しながらそこについていた門弟はそれぞれの時代において王先生の違った技を学んでるんですよ。塩田剛造先生は戦前に入門してるんですね。ですから王先生の戦前の技なんですよ。斉藤文弘先生は戦後に入門してるんですよ。そうすると王先生の戦後の技なんですよ。この違いがあります。私は今戦前の技を研究するにあたって、あ、なるほどと陽真館の技を見ると思うことが多々あるんですよ。どちらかというと戦前の技というのは直線的な技が多いように感じています。そういった技が多いと思います。陽真館は岩間はどちらかというと崩しを重視している。晩年はよりリアルにより効果的にということでいかに崩すかということをフォーカスし横から入れと。昔王先生はこうおっしゃったんですって。四方投げの場合正面から入っていた斉藤先生がダメですと。いいか斉藤、腹の力を使えと。今度は腹の力を使ってグッといった。でもある程度の限界に来た、ダメです、横から入る。だんだん変わってきたんですって。これは王先生もその進化の過程で変わってくるんですよ。それを斉藤先生は戦後からずっと23年間使えていく中で王先生の技の変化というのも感じ取ったと思います。ですから斉藤文弘先生が港寺サーチから実は合気道という教本を5冊出してるんですよ。当時ね、昭和48年あの時の技と私が内弟子に入った時の技とまたそれ以降と少しずつ実は変わってるんですよ。斉藤先生の技も人間で進化するでしょ、少しずつ変わる。これは不思議なことでも何でもない。でもそこにはまずリアに乗っ取ったということがあるわけですよ。斉藤先生の技全部リアに乗っ取ってるんですよ。剣のリアに乗っ取ってるわけです。ですから私もスッと入っていった。私はいつも疑問だったからさね、なんでこうなんだよと。でも質問できないからね、自分なりに考えるんですよ、こうじゃねえかとかね。それがね、まあ斉藤先生というか岩間スタイルというかね、王先生の技ですよ。かたや塩田剛造先生の技は王先生の技、要するに戦前の王先生の技がベースになってるんですよ。で8年間修行して、で今度自分でまたそこからですね編み出すんですよ。例えば金魚のね、金魚鉢を8年間研究をして金魚の動きを研究し自分の技に取り入れるでしょ。戦後岩間に一旦戻るんですよ塩田剛造先生。少しいてまた出てくるんですよ。自分なりに完成させたのがいわゆる陽真館合気道ですよ。私に言わせれば合気道陽真館ではなくて陽真館合気道なんですよ。これはもう誰でもそうなんね。で陽真館の技って塩田剛造先生の技なんです。岩間の技って王先生の技なんです。私こう解釈してるんです。両方素晴らしいんですよ、両方素晴らしい。で塩田剛造先生は王先生の曖昧な表現のものを分かりやすくまた改良してるんですよ。王先生は晩年宇宙の話をするとか宗教的な話をする、それよく門弟の方も分からなかったっていうんですよ。そういったものを一切排除してより分かりやすくより実践的にとやっていたのが陽真館合気道だったと私は感じてます。技術的に言うとね、岩間はとにかく半身半身って言うんですよ。立ち方でもそう、先般はご紹介申し上げたあの内田君のですね門弟の方が送ってくださったあの写真、今ここに出てるかな、王先生と塩田剛造先生が相対してこれですよ。で王先生のこの立ち方を見るともう半身というよりも一人身に近いんですね。私は今それでちょっと自分なりに一人稽古をしてるんですよ。もう最初はねものすごく違和感があった、きついなと思ったんですよ。でもこれぐらい大げさに表現をした方がいいかもしれないと思ったんですね。で陽真館はどうかというと、どちらかというと正面向いてるでしょ、立ち方真正面ですよね。ただね昔のね塩田剛造先生の写真を見ると半身なんですよ。どこからか正面向いて正対しているような立ち方、だから向こうはこうでしょ、正面見てるじゃないですか。我々は半身ですよね、自然体で、まあ、ちょっと手形ぐらいは出しますけど半身です。
で、その違いはあるなと思ったんですね。陽神館にも半身はあると思うんですが、まあ、より半身半身ってうるさいのは岩間じゃないかなと思いますね。これはもう先般ご紹介申し上げた通り、その人呼びに近いのがね、大先生ではないかなというふうに思ってます。やはりこのイメージをする中で、私はいつももう半身というよりも人呼びに近い状態でね、いつでも相対峙しようとは思ってるんですよ。そこがね、私が今思ってる中の一番の違いかな。なぜ塩田剛三先生は以前半身で構えていたのを正面にね、こう構えるようになったかっていうことですよね。ここがね、ちょっと私にとってわからないところではありますけれども、技術的には非常に素晴らしいものを持っている。で、岩間は王先生の完成版ですから、まあ、最終的に半身半身と合わせ角度半身と言っていたのが、これ古典として残っているわけですね。まあ、技の違いこそあれ、両者ともにですね、両流派ともに実践的な技であると、いつでも使える技であるというのはですね、実証済みなんですよね。諸先輩がやってました、実際に使ってました、こういった武勇伝を聞くのが私はね、楽しくてね、すごいなと思いながら、あ、やはり使えるもんだなというふうに感じたものでございます。塩田剛三先生の伝記を見ると、かなり使ってらっしゃった。あ、やはりこの先生も本物なんだなというふうに思いました。技は若干違います。例えば入身投げにおいてもですね、ちょっと違いますよね。でもそれぞれ素晴らしいと思うんでね、いいところはしっかりと学んでいきたいと思うし、参考になるものはね、どんどん皆さん取り入れていいと思うんですよ。シャットアウトするんじゃなくてね、いいものは取り入れて自分なりの合気道を完成させていただきたいな、そんな風に思ってます。偉そうに言える立場ではないんですが、私が思ったことをね、ちょっと発信させていただいてます。ご容赦をいただきたいと思います。今回は岩間と陽神館の違い、こういったテーマでご紹介申し上げました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー